こんにちは。トランスミットセキュリティジャパンカントリーマネージャーの角田です。本日はトランスミットセキュリティが実現するパスワードレス認証によるデジタルトランスフォーメーションについて紹介していきたいと思います。まずトランスミットセキュリティを簡単に紹介させていただきますと、弊社は世界最高水準のパスワードレス認証サービスを提供している会社です。事実、2021年6月に、今年の6月にセキュリティ業界では史上最大となる543ミリオンドル、日本円で約601億円を調達することができました。また、今回の、サミットの主催であるファイドアライアンスのボードメンバーにもなっております。弊社が提供するパスワードレス認証サービス、こちら BindID というサービス名になっております。こちらの特徴を紹介していきたいと思います。一つ目はマルチチャネルであると、マルチチャネルをサポートしているという点です。サービスプロバイダー企業様がサービスを提供している企業様がユーザーに提供するサービスというのは基本的に一つではありません。ウェブのサービスであったり、店舗サービスであったり、コールセンターであったり、モバイルアプリケーションであったりと、複数のサービスを提供していると思います。で、これまでユーザーは、このような複数チャンネルを利用する場合に、一つずつですね、ウェブのサービスであれば、ウェブでユーザー登録、パスワードも新規登録する。同じように、モバイルアプリケーション、店舗でも、それぞれのチャンネルごとに新規登録というものが必要になってきました。こちらでパスワード、ユーザー登録を行って実施しておりました。こちら、BindID を用いますと、ある一つの企業様が提供している一つのサービスでユーザー登録を完了していれば、その企業様が提供している他のサービスにおいては、新規のユーザー登録というのが必要なく、複数のサービスをシームレスにですね、使えるようになるというメリットがあります。例えば、モバイルアプリケーションでユーザー登録しました。で、こちらが、例えば、小売 EC サイトです。そうすると、同じ企業が提供している他のサービスですね、マネジメントサービスなのか、または証券サービスなのか、銀行サービスなのか、他のサービスでも、新しく新規登録する必要がないという利用ユーザーの体験が改善するようなサービス提供ができるようになります。よってサービス提供企業様はより売上をアップするという期待を、持つことができます。二つ目は認証アプリケーションが不要という点です。一般消費者であるそのユーザー様がこれまでユーザー ID とパスワードでログインしていたと思うんですけれども、これをパスワードレスの生体認証にするために、さらに別のそのパスワードレスの生体認証専用のアプリケーションを別途ダウンロードして認証するとなると、ユーザー体験は損なわれ、それだけでユーザー離れを助長する可能性が出てきます。ですので、ユーザーインターフェースは今まで通り、シンプルにパスワードだけをなくす。サービス。これが一般消費者にとって不可欠だと考えております。ですので、パスワードレス認証ができるんだけれども、アプリケーションを別途入れなければいけないというのは、ユーザーにとっていい体験とは言えないですし、それによってユーザーはそのサービスから離れて、サービス提供企業は売上が下がってしまう可能性が出てきます。仮に、パスワード、レスの、認証アプリケーションが別途必要であるという場合は、そのケースでも、この BindID というサービスは対応することができます。で、3つ目ですが、オープンかつ標準であるという点です。BindID の認証は、FIDO2 ですとか、OIDC を用いておりますので、より安全です。なおかつ、導入が簡単であります。API1 本をつなげれば、FIDO 準拠の多要素生体認証を1回のステップで実現できるようになります。事実、多くの金融機関様で採用されているという実績がございます。
さて、マインド ID のパスワードレス認証がどれだけビジネスに貢献できるか紹介していきたいと思います。一つ目は、顧客満足度を向上できて顧客離れを低減することができるという点です。パスワードを忘れてしまって、何度も、トライする、ログインのトライすることでアカウントがロックされて、で、ロックされたアカウントをリセットするためにコールセンターに電話して、コールセンターでもさらに本人確認をされるという長いやり取りが発生すると思います。このユーザーさんは実は自分の口座にある残高を見たかっただけだったりもするんですね。もしこれがですね、銀行サービスであれば自分のお金がそこにあるので、このサービスから離れることはないんですけれども、仮に何か物を買いたい、e コマースのサイトに入りたいということだったら、このサービスを使わずに他のサービスでログインして、何か物を購入する可能性が出てくると思います。バインド ID は利用ユーザーにこのような煩わしさを、一切与えずに、パスワードレスの生体認証の体験を与えることができます。このように、サービスによってはですね、SMS を使った、ワンタイムパスワードで2要素認証するですとか、さらに、秘密の質問で2段階認証するですとか、このサービスによって、オーセンティケーション、認証の仕方が違うといったことも、なくなって、一貫したパスワードレスの生体認証というものをお客様に提供することが、を保証できます。二つ目は、サービス導入運用コストの削減になります。Bind ID は API を1本つなぐだけで、パスワードレスの生体認証を導入することができます。従来の IAM や IDP の導入や公開のように、2年も3年も4年もかけてですね、全体を、再構築していくっていうようなプロセスではなくて、既存のサービスを利用し続けながら、少しずつ、パスワードレス認証を増やしていくというスモールスタートを実現することができます。また、パスワードリセットの問い合わせがなくなったり、SMS のワンタイムパスワードでしたり、ハードウェアのセキュリティートークンなども使わなくなりますので、運用コストも大きく削減でき、かつセキュリティは高まるわけです。3つ目、利用ユーザーのパーソナライズです。Bind ID は企業が提供する複数のサービスを横断して1アカウントを特定できるようになります。ですので、ある企業が e コマース、銀行、カード、それから、証券ですとか、あらゆるサービスを提供している複数の異なるチャンネルを提供していると。そこで利用している1ユーザー、この人を、真の意味で横串でですね、カスタマー360分析ができるようになります。そうすると利用ユーザーとしては、よりパーソナライズされたサービスを受けることができますので、顧客満足度は高まります。サービス提供企業側としても分析コストが下がって、なおかつ売上の上がる可能性が十分大きくなってきます。このようなメリットが出てきます。次に統計値です。弊社 Bind ID を利用することで、サービスを離脱するユーザー、こちらが 96% 削減できることができます。また Bind ID を導入することで、このようなサービスの導入する時間とコストを 90% 削減することができるようになります。また、バインド ID を導入することで、顧客満足度を 87% 向上させることができる。このようなに言われております。最後に、ぜひですね、弊社トランスミットセキュリティのブースにお立ち寄りいただいて、いろいろ疑問に思っていることや、今、御社の方で抱えている課題のお問い合わせをいただければ幸いでございます。弊社のブースにはですね、日本人ネイティブ、日本人とですね、海外のネイティブと両方おります。日本語でのお問い合わせもできますので、ぜひお立ち寄りいただいて、何でも質問していただければと思います。リソースは3つ資料がございます。1つだけが日本語、2つが英語となっております。ぜひですね、ダウンロードしてご覧になっていただければ幸いです。お問い合わせの窓口はですね、ここのリンクにあります、メールアドレスにお問い合わせいただければと思います。ホームページはまだ、日本語化されていないんですけれども、年内には日本語化が終わる予定になっております。引き続きよろしくお願いいたします。
最後にですね、ぜひこのような課題があればいつでもお問い合わせくださいというところです。パスワードの入力をなくしたい、パスワード変更させたくない、パスワードを思い出せない、長くしなければいけない、普段使わない文字を入れないといけない、ロックアウトしてしまったですとか、パスワードが盗まれてしまった、このようなパスワードに関する課題があれば、いつでもトランスミットセキュリティにお問い合わせいただければと思います。それではブースにてお待ちしております。よろしく、ありがとうございました。